電線当たったらもう一回打てますか。あ、そうなんですか、はい、へえ。ここで打ち直し。そうですね、もうちょい打たなければならない。打たないですね。当てたい。ヒギ、電線ショット。はい、ヒギ高め。大丈夫ですか。すいません。もうめっちゃ手が出た。ちょっと左の方がいいな。ティーショット。いや、まっすぐですね。ここはもうフェアウェイをちょっとですね、やっぱ長いんで、鉄塔、奥の鉄塔めがけてみたいな。はい、ちょっと右跳ねるんで、ちょっと左電線行きましたね、今。危なかった。危なかった。結構当たるんですか。いや、当たります、当たります。当たるんだ。当たります。当たったら。当たった時の音を言ってみよう。絶対ないでしょ。何それ。そんなことしないですよ。どんな音するんですか。ピョン。変わんないですよ。いや、本当にね、どっちが正解ですか。いやじゃあ、ちょっとやってもらっていいですか。どんな音ですか。バン。一番近い気がする。嘘。一番近い。じゃあコメント聞いてみましょう。誰が一番聞いてるか。はい。なんでしょう。ちょっとどうだったっけ。パオン。いや、どれ。ピョン。はい。ピョン。あね。それ近いですよ。パオン。お前ない。プロは？パンって。まあ普通や。いや、パンって言う？いや、まあ音聞こえないですね、あんな遠かったら。実際は何だったらいいの。ナノバウトで打っちゃえば。ナノバウトで打ってる人得意やから。ウッドの方が得意だもん。これで、このこれここですね。ズンッと。 OK。 インパクト勝負。いいね。うわー、きつっ。いいね。もう完璧じゃん。重い。出ました。めっちゃ重い。完璧じゃん。最高です。出ました。もっと密集してるラファルトに、うん、あれだともうずっと打てない。うん、まああとちょっとでもちょい手前ぐらいからもうザー持ってくるイメージ。ああ。めっちゃ力いるじゃん。いります。戻れ。あれは一段やったから。入っちゃった。はい。このロケーションやったら、あのピンってやったら右のバンカーが一番ダメで、その次左バンカーなんですよ。で、今一段やったらあかんです。まあ、しゃあない。しゃあない、しゃあない。左バンカー。そんなに無理。そうですね。何が嫌なんですか？なんかね、あんまり打った、多分打った経験が少ないのと、嫌いやから入れないようにマネジメントするか、入んないじゃないですか。で、練習しない、うん、悪循環なるほどね。私はバンバンバンカーに入れて、私はそうですね、バンカーからノーショットをちょっと練習。あ、やった。やめて。あ、もっとだるいバンカー。ダメだ、アイアンが本当。いや、それあんな横に振ったら、落ちるよ。どうやって打ってました？なんか体重、どっか行っちゃってんのかな？いやいや、受けがないもんね。なんか本当ダメなんですよ。体で打たなきゃいけないと思ってるかもしれないけど。確かに。出た出た。あるあるですわ。あ、それではやってきます。はい。うん、今止めるアプローチをしたわけですね。ナイス。52でしっかり、ちょっと薄めに。うん、転がし気味でいった。
はい。あんまり左置いてなかった。はい。そうですね。グリーンに着地するってことが、はい、何よりも大事です。この状態でスライスブックしそうだ。その線通りでいいんだよ。この線通りで。うん、やったー！ナイスでーす。うまい。薄りたがり。いやー、ナイスパー。スパ。これは渋い。難易度 A からの回帰。これはうまいね。ナイスです。ございます。どうする？こうや。ああ。こっち？こっちっすか？左や左左。え？普通にまっすぐです。左グリーンですか？なんか左グリーン。左グリーン。じゃあまっすぐですね。上がってる。もうダメだ、もう体が変、なんかガッとやってんだろ。ですよね。わあ、ナイスキックよ、ラッキー。ラッキー。ラッキークッキー。もんじゃ焼き。そんなんあるの。挑戦しようと思った。ああいう事件が起きた。8番ですか？いや7で。ああ7、6しかなかった。なんか3本持ってなかったさっき。いやなんか8、いやなんかいらんかなと思って。小さい時は結構あクラブ間違えたとか思って、はい。でも取りに行くのめんどくさいからそのまま打ってよく怒られました。今でも やるんですか？いや今はさすがにやらないですね。練習やったらやりますね。性格ですね。そういうところです。大きいクラブで調整するとかあるじゃないですか。はい、はい、半分くらいかなとか分かるんですけど7割8割と か, なんかそんなによく分かんないんです。あだから 2,3 ヤード調整するときですよね、はい、そんなやるんですかやっぱり。あれはめちゃくちゃフィーリングです。めちゃくちゃフィーリングですけど8割のショットをいっぱい練習するしかないんですよ。それはいきなりあ8割って言ってポイってできたら、うん、天才なんで普段からあこれ8割みたいな、うん、知ってることをやるってことですね。そうですそうです。じゃないと人間できない、うん、おーヒルさんやったー、うん、ありがとうございます。おおちょっと左ちょこうですね。優しいね。うん、何が優しいんですか今の。あ、なんかスイングが優しいね。今乗ったんです頑張ってこうやって、ね、はい、やっと令和の大砲卒業したね。新言語おめでとうございます。ありがとうございます。やっぱラウンド中に修正すごい難しいですよ私も。これはでも修正することはある。修正しまくるの。あ、そう、しまくるの終わってからじゃ遅い。あー、そうです。
やっぱこういうゴルフ場来たらさ、そうずっと打ち上げだから結構なんか振りに行ってフック出がちじゃないですか。はい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 、今のもどっちかというとそっち系の。そうですね。まあでもももうそれはもう処理済みなわけでしょ、言うたら。次のホール行ったら忘れてる、はいはい、そんなこともあったな。でもそれをちゃんとそうやって処理してるわけでしょ、うんうんうん、登りばっかりだけど体の反応がこうならないように気をつけようみたいな、そういうのを回りながら歩きながら喋りながら考えてるから常に。すごいですね。そうだ、もう見てるやん、だってほら遠く見てるでしょ、見てる、ほら見てるでしょ、見てる、もう見てるんですよ傾斜を。今日の親子丼美味しかったな。そう、こう遠く見ながら親子丼ボヤーンってなってるかもしれない。ゴールはね、そうそう、でもあの辺やったら何ヤードぐらいかなって多分想像してる、もうね、ゴルフのこと考えたり違うことを考えたり、そう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 、ショー、完璧じゃん、いいです。うん、160、162、あ、そうなった、5番や、変なライちょっと水いっす。おー、いった、うまい、オーライ、乗った、おー、よかったです、うん、お嬢、はい、めちゃくちゃ反応したね、お嬢に、はい、あれ、おばあばって言ったら反応してないんだろうね。踏んで踏んで、ちゃんと最後踏んでして、はい、そうそうそう、うん、パー、ナイスパー、ナイス、ナイスパー、パー、よかった、うん、皆さんご視聴いただきありがとうございました、ECC レディースゴルフトーナメント、7月11、12、13の3日間にて開催されます。当日券は会場にて販売されてますので足を運んできてください、はい、放送についてはこちらに記載してありますのでチェックお願いします。今回出演してくださった西畑プロの応援をよろしくお願いします。お願いします。